タンドールによる調理構造。最上部が、開口部タンドールは北、インドからアフガニスタンにかけての地域で使われる、亀を伏せたような形の粘土製の壺用型オーブン。炭、または焚きを釜の底で燃やして加熱し、摂氏480度近い高温を維持するために、入り口が狭く、通常は火を長時間焚きっぱなしにする。大きさは、家庭用の小さなものから、 人間の背丈より深いヨウム用の大きなものまで様々である。元来南インドではタンドールを使わないが、インド国外のインド料理店には設置されている。インド料理、パキスタン料理、アフガニスタン料理では、ケバブやタンドリーチキンといった肉料理やローティーやなんといったパン類など多くの料理の調理に使われる。肉類は、 金属製の櫛に刺してから金属製の針を使って釜の内部におろして焼く。パンを焼くときは平たく伸ばした生地を釜の内側に貼り付けて焼き、焼き上がったら剥がして取り出す。タンドー通りは形容詞形語源を同じくする粘土製の釜はカフカース地方から中東にかけての広い地域で見られる。例えばアルメニアではカバーブや ラバーシュというパンを焼くのに使うトニールとして知られている。タンドールの最古の例は古代インダス文明のハラッパーともヘンジョダロの遺跡に見られる。サンスクリットではタンドールのことをカンドゥと呼んでいた。タンドールはダリー語のタンドゥール及びタンヌールに由来する。ペルシャ語のタンール、アラビア語のタンヌール、トルコ語のタンドゥル、アゼルバイジャン語のタンディル、トルクメン語の タンドユルと同源であり、以上はすべて粘土製の釜を指す。デフホダ・ペルシア語辞典によればこの語はもともと、アッカド語の、ィヌールであり、ギルガメシュ女児史に研究が見られ、アベスター語では、タヌーラ、パフラビー語では、タヌールと変化した。タンドゥールの起源は、セム系、イラン系のいずれでもなく、アーリア人とセム人が、 イラン高原とメソポタミアへ移動する前の先住民族にまで遡ると見られる。現在の形のタンドールはアフガニスタンで発生し、ムガル帝国のインド征服と共にインドに伝わった。ありがとうございます。